御所神社は、千葉県三部市蓮沼にある神社。旧社格は豪社。天照大臣を主催神とし、本田分家の村、飴の小屋根の命、右髪都能の命、外折姫命、の御神を祀る。上安元年の創建と伝えられ、実証四年には、石橋山の戦いに敗れた、源の頼朝がしばらくこの地に留まり、部運長久国土安泰を祈願したと言われ、 中世以降は、和佐国山部ヤの僧者であった。天正年間に社殿を造営、下宇佐足戸に封じられた基礎士と当社の新館に縁故があったことから、造営資金の提供を受けたと言われている。その後台風で倒壊し、現在の本殿は、聖徳元年12月の再建である。桃山時代の遺風を残す、建造物で、東派府、千鳥派府、入りも屋造り、屋根は、 福吹き、多くの平面的な彫刻を廃している点は、他に、類例が少なく、千葉県の有形文化財に指定されている。廃殿には、法歴11年の胸札が残る。教法二年神議館より小一くらいの深海を送られ、明治五年九章の御所大権現を御所神社と改め、大正11年号社に列した。毎年二月の第三日曜日に奉納される、 十二面神楽が有名である。この神楽は、出羽山形藩をもだった、堀田正助が、延教三年に、祖祖父、堀田正盛の丘陵桜,桜に戻れた喜びとして御所、神社へ御教祭四十票を奉納し、その返礼として、近隣の神官が、堀田市の武運長久とうじの安全を祈願し、御所神社神前で神楽を奉納したのが、始まりと言われている。昔からの、言い伝え。 十二面神楽の際、吹く風に当たると、風をひかない、と言われている。本殿台修理が行われ、その後の写真が、以下の外部リンクにある、御所神社本殿である。その際、本殿にご神体を運び入れたのは、秋葉博士という方である。九十九里浜の中央とされる、八し神社は、御所神社が管理している。また、 北東側に約 2km 離れて四社神社があり、南西側には約 3km 離れて大宮神社がある。ありがとうございます。